ウィリアム・ブラッドフォード・ショックレイ・ジュニアはアメリカの物理学者、発明家。ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンと共にトランジスタを発明し、3人で1956年のノーベル、物理学賞を受賞。ショックレイは1950年代から1960年代にかけてトランジスタの商業化を試み、そのために電子工学関連の技術革新が育まれ、 カリフォルニアにシリコンバレーが生まれる出発点となった。晩年にはスタンフォード大学の教授となり、優生学の熱心な支持者となった。ロンドンで生まれ、カリフォルニア州パロアルトで育つ。父ウィリアム・ショック・レイシニアは鉱山技師で8カ国語を話した。母はアメリカ西部出身のスタンフォード大学卒で、アメリカ初の女性採掘測,測量士補となった人物である。 1932年、カリフォルニア工科大学で学士号を取得。まだ学生だった1933年8月に、アイオア出身のジーン・ベリーと結婚。1934年3月に、長女アリソンが生まれた。1936年、マサチューセッツ工科大学で PhD を取得。博士論文のタイトルは、エレクトロニックバンズインソリウムクロライドで、 指導教官だったジョン・クラーク・スレーターの助言によるものだった。その後、ニュージャージー州にあるベール研究所のクリントン・デイビソンの研究チームに参加。その後数年間はショック例にとって実り多い時期で、フィジカルレビュー誌に個体物理学の基礎的論文をいくつも発表している。1938年には当人にとって初めての特許エレクトロンディスチャージデバイスを取得。 電子増売艦についての特許である。第二次世界大戦が勃発すると、ニュージャージー州ホイッパニーにある研究所で、レーダーの研究に参加。1942年5月には、ベール研究所を離れて、海軍の委託研究のディレクターとして、コロンビア大学で、対潜水艦技術の研究開発を指揮した。これは、潜水艦の戦術に対抗して、 互相戦断技術を改善したり、機雷投下パターンを最適化したりといったことが含まれる。このプロジェクトでは、ペンタゴンやワシントンに頻繁に出向き、軍や政府の多数の交換と面会した。1944年、B-29 爆撃機のパイロットに、新たなレーダー爆撃照準機の使い方を教育するプログラムを策定。 1944年後半になると、世界各地の基地を3ヶ月かけて巡り、教育の成果を確認した。このプロジェクトに対して1946年10月17日、陸軍長官、ロバート・ポーター・パターソンがショックレーに、厚労省を授与した。1945年7月、戦争省は、日本本土上陸作戦を行った、際の死傷者数の予測をショックレーに依頼した。 ショック例は次のように結論した。日本の国家としての歴史上の振る舞いと、これまでの戦闘における振る舞いの研究が正しいなら、敗戦を認めるまでに生じる日本人の死傷者数はドイツの場合のそれを上回るだろう。言い換えれば、我々は500万人から1000万人の日本人を殺す必要がある。その場合、我が方も170万人から400万人の死傷者が出て、 うち40万人から80万人が戦死するだろう。この予測は上陸せずに日本を降伏させるという方針決定に影響し、広島と長崎への原爆投下が行われた。1945年に戦争が終わると、ベール研究所に個体物理学部門ができ、ショックレーと科学者のスタンレイ・モルガンが指揮することになった。他のメンバーとしては、ジョン・バーディーン、ウォルタブラッテン、 物理学者、ジェラルド・ピアソン、科学者、ロバート・ギブニー、電子工学者、ヒルバート・ムーア、及び数人の技術者がいた。彼らの当面の目標は、真空肝臓服器の代替となる個体を見つけることだった。まず、ショック例の発案で、半導体を外部の電解の中に置いて、電動率に影響を与えられないか試した。その実験は、あらゆる素材と設定で言っても失敗した。 バーディーンが半導体の内部に電解が侵入できないことを示す表面順位の理論を提案するまで全く進展が見られなかった。その後彼らは表面順位の研究に注力し毎日のように議論した。グループ内の関係は素晴らしくアイデアを自由に出し合っていた。1946年の冬までに十分な結果が得られバーディーンはフィジカルレビュー誌に 表面順位についての論文を送った。ブラッテンは表面順位の研究のため、半導体の表面に強い光を当てる実験を始めた。そこからさらに論文が書かれ、初期の実験が失敗した原因が推測できるようになった。研究が軌道に乗ったのは、半導体と導体の導線の接触点を電解液に浸すという実験を行ってからのことである。 ムーアは入力信号の周波数を容易に変更できる回路を組み立てた。ショック例の助言に従い、ピアソンは PN 接合の接合部分にホウ酸グリコールの小敵を置き、そこに電圧を印加してみた。これによってついに増幅作用が観測されるようになった。1947年12月はベール研究所にとって奇跡の1ヶ月となった。 バーディーンとブラッテンは点接触型トランジスタを完成させ増幅機能を確認した。翌月までにベール研究所は特許を出願した。ベール研究所の弁理士は間もなくショック例の電解効果の原理がすでに予測され、ユリウス・エドガー・リリエンフェルトが1930年にそれを利用した装置の特許を取得済みであることを発見した。 そのモスフェットのような素子の特許が最初に出願されたのはカナダで1925年10月22日のことだった。その特許は弱いもののようだったが、便利士は衝突を避けて4つの特許のうちの一つに関しては、バーディーンとブラッテンによる点接触型設計のみを扱った。他の3つの特許は、バーディーン、キブニー、 ブラッテンを発明者として電解質を使ったトランジスタの特許とした。つまり、ショックレイはこれらの特許出願書に発明人として名を連ねていない。ショックレイは彼の電解効果のアイデアがこれら発明のもとになったと考えており、自分の名が入っていないことに起こった。彼は自分の名前だけを入れた特許を書くつもりだとバーディーニやブラッテンに話している。同時に彼は 独自に点接触型ではなく、接合型のトランジスタを作る作業を続けた。そちらの方が量産しやすいと予想したためである。彼は、点接触型トランジスタは壊れやすく製造が難しいと考えていた。ショックレイはまた、点接触型トランジスタの動作原理の説明や、少数キャリア注入の可能性についても、完全には納得していなかった。 ショックレイはサンドイッチ構造トランジスタと自ら名付けたものについてより徹底的な説明を考え1949年4月7日にその動作原理の証明を得た。これによって生まれた発明が接合型トランジスタで1951年7月4日に報道陣に対して発表を行った。 この発明の特許は1951年9月25日に発行。その後、様々な製造技法が考案されたが、最終的には拡散とフォトリソグラフィによる製造が急速に広まった。間もなく転接触型トランジスタを圧倒するようになり、しばらくの間市場を支配することになった。ショックレイはさらに2年間、ベール研究所でトランジスタの改良に取り組むグループを指揮した。 一方でショックレイは558ページの大著エレクトロンズホールズインセミカンダクターズを書き上げ1950年に出版したその中でショックレイはドリフトマイナス拡散モデルを説明し半導体内の電子の流れを表す微分方程式を記しているショックレイのダイオード方程式もその中に記されていたトランジスタの改良や新たな半導体素子を 発明しようとする科学者にとって、この著作は一種の聖書となった。1951年、米国科学アカデミーの会員に選ばれた。この時ショックレイは41歳であり、ナズに選ばれるにはかなり若い方だった。その2年後、ナズはコムストックプライズフォーフィジクスをショックレイに授与。その後も次々と様々な賞を受賞していった。 ベル研究所は一貫して3人がチームとして発明したとしていたが、トランジスタの発明者として一般に認知されたのはまず、第一にショックレイだった。結局ショックレイは2人と仲違いし、そのせいもあって、バーディーンとブラッテンは、接合型トランジスタの研究から遠ざかることになった。バーディーンは、超伝導現象の研究に向かい、1951年にベル研究所を去った。 ブラッテンも、ショックレイと一緒に働くことを拒否し、別のグループに割り当てられた。バーディーンもブラッテンもトランジスタ発明後の1年以降は、トランジスタの研究から遠ざかっている。ショックレイの管理スタイルは人を苛立たせる面があり、そのせいもあって、ベル研究所での昇進から外されていった。それはまた同時に、ベル研究所にとってショックレイが、管理者ではなく、科学者として、 重要だったという意味もある。ショックレイ自身は、自らの能力にふさわしい富と権力を望んでいた。1953年、ショックレイは、ベール研究所を離れ、カリフォルニア工科大学に戻って4ヶ月だけ、客員教授を務めた。カリフォルニア工科大学時代の友人が、自分の会社の部門として、ショックレイの研究所を創設することを申し出てきた。1955年、 ベックマン・インストゥルメンツがマウンテンビューに新たに創設した研究所をショックレイ半導体研究所と名付け、ショックレイを所長に就任させた。その場所が中心となってシリコンバレーが形成された。彼がその場所を選んだのは母親の実家があるという理由であった。ショックレイの名声とベックマンの資金力を背景にベール研究所のかつての同僚を引き抜こうとしたが、 誰も乗ってこなかった。そこでショックレイは大学を卒業したばかりの優秀な人材を物色し始めた。ショックレイ流の経営とは、端的に言えば、支配と変質性の増大である。有名なエピソードとして、秘書が親指を切ってしまったことがある。ショックレイは、それが誰かの悪意によるものと思い込み、犯人を探すために嘘発見器を使おうとした。 実際にはオフィスのドアに壊れた画病の針だけが残っていたことが原因であることが判明し、研究スタッフとショックレイの中は険悪になっていった。その間、新たな技術的にも難しい素子を作れという彼の指示があったが、プロジェクトの進捗は非常にゆっくりとしていた。1957年9月、ショックレイがシリコンベースの半導体研究を打ち切ると決めると、 8人の研究スタッフが同研究所を辞めた。8人のうちの一部の者がフェアチャイルドカメラインストルメンツの経営者、シャーマン・フェアチャイルドにあって状況を説明すると同社の半導体部門としてフェアチャイルドセミコンダクターを創業することになった。後にインテルを創業したロバート・ノイスとゴードン・ムーアもその8人に含まれている。 アドバンストマイクロデバイセズもフェアチャイルドセミコンダクター、出身のジェリー・サンダースが創業している。ショックレー研究所やこれらの企業が核となって、シリコンバレーが形成されることになった。ショックレーが新たな半導体組織開発に取り組んでいた頃、フェアチャイルドとテキサス・インスツル・メンツが、それぞれ独自に、世界初の集積回路を開発した。 ショックレイは何とか素子を完成させ製造を開始したが商業的には失敗に終わった。1961年、ショックレイはハンスクワイサーと共同で太陽電池の理論的な発電効率の限界を示す法則を発見し、ショックレイクワイサー限界と呼ばれるようになった。ショックレイ半導体研究所は1960年に売却され、 さらに1968年に ITT に売却され、間もなく生産された。現在、ショックレイ半導体研究所は2015年3月からの工事により取り壊され、その跡地には大型洋服店の建設が計画されている。1954年春から妻ジーンと別居し始め、同年夏には離婚。ショックレイ研究所を組織した。 直後の1955年11月23日、ニューヨーク州北部出身で、精神医学系の介護の先生だったエミーランニングと結婚。ショックレイが亡くなるまで添い遂げた。1961年7月、ショックレイ一家は自動車事故を起こし、ショックレイ本人は全治数ヶ月を要した。ショックレイ研究所の管理職から外されると、ショックレイは、 スタンフォード大学で工学及び応用科学の教授職を得た。ショック例の最後の特許は1968年に発行したもので、やや複雑な半導体素子に関するものだった。晩年のショック例は人種、知能、有生学といった問題に興味を持つようになっていった。本人はこの仕事が人類の遺伝的未来にとって重要であり、 自身の経歴の中でも最も重要だと考えていたが、そのような政治的な独特の見解を表明することは彼の評判を傷つける結果となった。左翼とも右翼とも取れる立場を表明する理由を問われ、ショックレイは自身の科学的才能を人類の問題を解決するために応用するのが最終目標だと答えた。ショックレイは知的レベルの低いものほど、 生殖率が高い現状は種族の対価をもたらすとし、指摘レベルの低下は文明の衰退をもたらすとした。ショックレイは自分が正しいと証明されたならば、科学界は遺伝、知能、人工統計の傾向などを真剣に研究し、政策転換を促すべきだと主張した。ショックレイは白人にも黒人にも同様の問題が起きているとしたが、 特に黒人の方が状況が悪いとした。ショック例は1970年の国勢調査の結果から白人の単純労働者は平均で3.7人の子を儲けるが白人の熟練労働者では平均で2.3人の子を儲け黒人ではその値がそれぞれ5.4人と1.9人になるとした。IQ が遺伝に影響されるという彼の考え方によれば 黒人は IQ が低くなっていくという結論になる。これについてショックレイが学術雑誌に書いた記事や大学などで行った講演は心理学者シリルバートの著作に一部基づいている。ショックレイはまた IQ が100未満のものには無料で不妊手術を受けさせるべきだと提案している。ショックレイはロバート・クラーク・グラハムが創設した。 精子バンクリポジトリホージェルミナルチョイスに精子提供している。この精子バンクはノーベル賞受賞者の精子バンクと報道されたこともあり、ショックレイを含む3人のノーベル賞受賞者の精子を保管している。ただし、ショックレイ以外の精子提供者の名は明らかにされていない。しかしショックレイが人種差別的発言を繰り返したせいで、この精子バンクにとっては逆宣伝となり、 他のノーベル賞受賞者の精子を提供してもらえなくなった。精子バンクの件がニュースになっていた1980年8月、プレイボーイ氏にショックレイの長いインタビュー記事が掲載された。同氏の発行人であるヒュー・ヘフナーはショックレイの考え方に共感していたわけではないが、そのインタビューでショックレイは自身の優勢学的見解と一般的な人種的偏見の違いを説明し、 持論を多くの読者に対して擁護する機会を与える結果となった。1981年、アトランタ・コンスティテューション氏がショックレイをヒトラー主義者と呼び、その考え方を同じに例えたことから、ショックレイは同志を名誉毀損で訴えた。ショックレイは裁判に勝利したが、賠償額はわずか1米ドルだった。晩年、ショックレイはメディアとのやり取りに慎重になった。 レポーターとの電話は常に録音し、それを書き起こしたものを書き留めで相手に送った。時には話を始める前に、彼の業績について、簡単なクイズを出すこともあった。ダニエル・ジェイ・ケブラスはショックレを、人種差別主義者で、生物学を知らない人物として嘲笑されているとした。人類学者のロジャー・ーピアソンはショックレを擁護し、ショックレをタブーを破って、 人種間の差異を率直に議論した人物だとし、その考え方が世の中に不安を与えるものだったために、メディアによって悪者にされたとしている。1989年、前立腺癌で死去。去年79。その頃彼は妻以外の家族ともほとんど疎遠になっていた。子供たちは報道で彼の死を知ったという。2002年、 1956年以降の友人約30人がスタンフォードに集まり、ショックレーの思い出を語り合った。この会合の主催者は、シリコンバレーにシリコンをもたらしたのは、ショックレーだと述べた。公演が得意で素人マジシャンでもあった。アメリカ物理学会で公演の最後にバラの花束をマジックで出してみせたことがある。 若い頃は念入りないたずらを仕掛けることでも知られていた。ロッククライミングを趣味とし、ハドソンガー上流のシャーワンゴンクスによく通っていた。そこでオーバーハングを攻略するルートを開拓し、その場所は、ショックレイ、エスシーリングと呼ばれている。ショックレイは無神論者である。ショックレイは90以上の特許を取得している。以下に主なものを挙げる。ありがとうございます。